皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のりこです。昨夜、ダンクの第2話が放送されました。いやー、本当にいろんなグループの方たちが事務所の垣根を越えて、たくさんいろんなトークを聞かせてくれて、次々と今までの交友関係も明らかになっていきましたよね。本当にワクワクする番組だなと思います。 そしてこの番組やプロジェクトには LDH さんからの出演がすごく多いと思うんですけれども先週のスカイハイさんのラジオ番組ダイブトゥーザニューワールドにゲストで三代目 J ソウルブラザーズのオミさんが来られていましたその時のお話を聞いていてもオミさんもスカイハイさんと同じような志を持った方なんだなと思ってすごく嬉しい気持ちになりましたし こうやっていろんな事務所に同じ志を持った方がいて、このような番組が出来上がって、これから本当に日本の音楽シーンがどんどん変わっていくんではないかなというワクワク感でさらにいっぱいになりました。そんな盛り上がりを見せているダンクですが、今回の放送では最後に3月5日に開催されるダンクショーケースの追加アーティストが発表されました。 その追加アーティストは、なんと、我らが、レイちゃんです。いやー、これは本当に嬉しいですね。先週の金曜日に、ミッションミッションの第4話が放送されて、その中で、レイちゃんが、ミッションミッションのプロジェクトを離脱するということが発表され、その理由についても、レイちゃん本人の口から、スカイハイさんの口からも語られました。 そこでいろいろと不安になったファンの方たちもたくさんいらっしゃったと思うんですけれども、先日のジュノンとレイちゃんの BBB チャレンジもそうですし、今回のレイちゃんのダンクショーケースの出演、これについても本当にこれ以上ない私たちへのプレゼントだなと思いました。 あのミッションミッションの放送の当時から今までレイちゃんはいろんなことを考えながらも懸命にひたむきに前に進んできたんだなということがこの発表を聞いてまずはじめに強く思った感想です。レイちゃんがこういったライブの場に姿を見せてくれるというのは BMSG フェス以来かなと思っていますので そこからまたレイちゃんの歌声、そしてこの前の BBB チャレンジを見ていると、ダンスもかなりの腕前になっていますので、レイちゃんがどんなパフォーマンスを見せてくれるのか本当に楽しみです。そしてこの3月5日に出演されるアーティストの皆さん、本当に素敵な方たちが揃いましたよね。しかも、 よくよく見てみると、まだこの出演者に関して、3月5日もまだ &more という字が消えていません。なので、れいちゃんで最後というわけでもなさそうです。ここからまた参加アーティストの方が発表されて、それぞれのステージもそうでしょうし、それぞれがどのようなコラボレーションを見せてくれるのか、とっても楽しみですよね。れいちゃんも、 歩夢む津さんと一緒にご飯を食べに行ったという話もしていましたし、作るのを集中してみますというコメントもありました。この時にテロップにはパフォーマンスを作るのを集中してみますというふうに、パフォーマンスをという言葉が補われていたんですけれども、れいちゃんは今作詞に取り組んでいるようなツイートも ちらほらと見かけられますし、もしかしたら、レイちゃんがリリックを書いた歌なんかが、このダンクショーケースの場で披露されたりするかもしれないっていう期待もあります。レイちゃんがアイルザ・ショータさんとコラボしたりするのも、また本当に胸熱だなっていうふうにも思いますし、アユム・イマズさんとレイちゃんがもし二人で歌ったりしたらどんな風になるんだろうと思ったりもしています。 とにかく、れいちゃんがこの場を楽しんで、また、ザ・ファーストの時みたいに、目をキラキラ輝かせて、これ楽しいですねっていうような姿が見れたら本当に嬉しいなと思います。はい、そんなれいちゃんの出演も発表されましたダンクショーケースですが、昨日の夜2月8日水曜日の24時から、またチケットの2次先行販売が始まっています。 この二次先行販売については、3月5日日曜日の分だけではなくて、3月5日11日12日すべての日程において、二次先行販売が始まっています。締め切りは2月15日水曜日の23時59分までです。出演アーティストの方たちを改めてお知らせしますと、3月5日がドリームズカムテ m ル、スカイハイ、アイルザショータ、 超特急、アユむイマず、れいこ、モア。3月11日がバリスティックボーイズ、ビーファースト、エンティーム、スカイハイ、モア。3月12日がジェネレーションズ、ビーファースト、エンティーム、スカイハイ、モアです。注意書きで書いてあるのは、プレミアムチケットとプレミアムチケットの3公演セットは最速選考で大変多くのエントリーをいただきました。 最速選考の当選者で完売の可能性がありますので、二次選考でエントリーの際は、極力同じ公演日で、席種を第二希望までご指定くださいますようお願いいたしますということです。なので、今からこの二次選考にエントリーする場合には、必ずプレミアムチケットだけではなくて指定席もエントリーした方がいいよということかなと思っています。 はい。そんなダンクですが、昨日よりグッズの販売も開始しています。放送の中でもみんなが着ていたパーカーやシリコンバンド、ヘアバンド、タオル、ステッカーが現時点では販売されています。こちらもアンドモアとなっていましたので、これからもグッズの販売が増えていくのかなと思っていますが、現時点で発表されているものはこちらになります。 昨日2月8日水曜日の18時より、日テレや Web にて販売開始しております。で、こちらショーケースに参加される方は、今から注文してショーケースまでに届くのかどうかということがとても気になると思いますが、そのことについては注意事項として記載がありました。その記載されている注意事項を少し読み上げます。 3月5日日曜日開催のイベント前までにお届け可能な在庫は数に限りがあります。ご了承ください。3月5日開催のイベント前までに商品をお届けご希望の方は2月26日までにご注文ください。という注意書きがあります。ですので、ライブの前に購入してライブに来ていきたいなと思われる方は、やはりなるべく早めにお申し込みされた方が良さそうですね。 はい、以上となります。本当に私もこのダンクのショーケース楽しみで楽しみで仕方ないので、前回も同じことを言ったんですが、ぜひ配信もあったら嬉しいなと、個人的に思っています。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。